井がかりの戦いは、天文三年里見氏、第四代当主の里見義豊と、里見義高の重慶帝同士の間で起こった、里見氏の内紛によるもの。この両者の間で、戦いが行われたのが、井がかりで、里見義高が、里見義豊を破り勝利した。里見氏同士の骨肉の争いを演じたと言われている。里見や第四代当主であった、里見吉豊は、里見氏。 第三大当主の父、里見義道が亡くなった後に家督を継ぎ、稲村城に入城。里見義道の弟で、里見義豊の叔父である、里見実行とその息子、里見義隆は、金谷城へ入城。かず進出を狙う小田原城の北条宇氏綱は、当主の里見義豊を排除するべく、里見実行と、実行の側近、正木通綱に接近。この接近に、 危機感を抱いた、里見義とよが、おじの里見みのる行と側近の正木通なを、稲村城に呼び出し中殺したことから、戦いが開かれた。父、里見みのる行を殺害された息子の里見義高と、同じく、稲村城で殺害された、正木通なの息子、正木ときもち、ときただが連合して敵である義とよを撃つべく決起。増会場に牢城し、 北条氏綱に援軍を求め、北条氏綱も要請に応じて、増会城に援軍を派遣。里見義高、正木兄弟、北条の連合軍と、里見義豊軍が激突したのが、犬係の地であり、この犬係の戦いで、里見義豊は討ち死に。これにより、里見義高は、里見屋第五大当主になった。南宋里見八県連では、八房生誕の地として、 犬係の名前が出ており、里見氏にとって因縁の場所とも言える。千葉県南房総試験係、ありがとうございます。